はい、こんにちは、くんです。ということで、今回は、300人で作ったこの中世の世界の PV を募集したところ、結構な応募が来たので、1位を決めようと思います。1位になったら何があるんだっけ？忘れちゃった。なんだっけ？安定をプレゼント。オッケー。安定をプレゼントします。はい、ということでね、これが結構良さげだったやつとして、これを前見たんですけど、これがね、結構かなり優勝候補ということで、これと比較していいものが来るかどうかって感じで、ダメだったらどんどん切ってきます。これすごくないですかこれ。めちゃすごい。めちゃすごいね。ちょっとコメントでなんか感想書いてください。端っこぼかしてるにね、FF 感ある。見せ方うまいな、良い。OK こんな感じで、まあ、ちょっとフルで見ますか。めっちゃかっこいいね。もうなんかロールプレイングゲームだよな、もうこれ完全に。すごくない？シモムーの一瞬映った今のめっちゃ綺麗だよな。超おしゃれ。だし、超いい。いや、音楽はちなみに指定されてるので、この音楽しか使っちゃダメです。ただ、これ結構、その PV の要点を押さえてるのがあって、シーンの切り替わりと音楽のカット割りがうまいよね。ちゃんと同じ拍子というか、でやってる。音楽に合わせてカット割りしてるって感じだよね。音ハメみたいな。すごいですね。やば。BGM と映像の雰囲気のせいかゼルダ感あー、わかるわかる。すげえ、海綺麗だな、この川のエフェクトみたいな。よしこ？ん？すげえ、こんなところあんの？俺も知らなかったぞ、今のところ。あんなあった、あったわ、あったあったあった。夏。ああ、いい感じ。すごいな。すごー。めっちゃ綺麗。おー。なかなかありでしたね。はい。ということで、これどんどん見ていきます。数が多いんで、もうダメだと思ったら、ノーノーノーダメとかっていう風な感じにして、切っていきましょう。慈悲もないですけど。ちなみに下見は全くしてません。なんか微妙くね？もうダサい確かにもうダサいだからもう、なんかよくわからん。海関係あったか？同じカットばっかだな。これさっきのがいかに良かったかわかる。ずっと横に行ってる。はい、次でーす。もうダサいと思ったらどんどん切っていってください。そうしないと終わんないんで、これ。なんか画質悪くね？あ、はい、ダメ。もういいっすか？もうダメでいいですか？はい、ダメでーす。つまんな。すごいな。せっかく募集した作品をつまんなっつって切るってすごいチャンネルだな。なんか、しょうがないけど。なんか、クリエイトってね、これ。手ぶれありだな。なんかクリエイトってねえか。カクカクしてるぞ。アル中目線、これ。カクカクしてるな。うん、じゃあ厳しくいくぞ。まあ、カット割りは頑張ってはいるものの、手ぶれがあるからダメ。リプレイもっと使いましょう。なんかもうダサいぞ。あのさ、これさ、初心者の映像編集とやるやつなんだけどさ、こっからここまでをさ、の文字をクリックしてさ、フォントを使うせいでさ、真ん中だけゴシックになるんだよね。わかるこれ。動画編集やったことある人ならわかるっしょ。これガーってやって、フォント使うと、海外のこのフォントだから、この海外のその英語と数字だけ、フォントは変わって真ん中だけゴシックになるやつ。日本語対応してなくて、フォントは変わるやつです。はい。次行きます。は？重くね？重いぞ。ダメですね。無理してシェーダー入れるな。次。だから結構厳しいね、この審査。参加税の上から目線審査。よし、次。もうダメでいい？まだ見る？俺もう次でいいかなと思っちゃったけど。あり。本当に？安定好きそう。わかる。次で。作ったことないのに文句言ってすみません。いやまあ審査員だからね。まあしょうがない。300万図メディエバルクラフト。まあ、なるほど。最悪、万図万図って何？万図万図ってなんだ？ 300 万図男ってことっすか？あ、でもすごい。ちゃんと、これはモッドを使ったっぽいね。この、本人たちじゃないっぽい。こういう NPC モッド使ってやってるっぽいね。書いてました、説明文に。本人たちを使ってるわけじゃないっぽい。そう、アニメーション的な感じの。まあ、ちょっとアイディアは良かったけど、もうちょっとがっつり使ってくれてもよかった。おー、なんかすごい。でも、ちょっとすごいね、これ。あ、まあ、なんか、こういうのありだよねって感じはする。なんでマイクが炭鉱労働役なんだ？ちょっと待って。なんでマイクが炭鉱役なんですか？なんでマイクが炭鉱夫なの？たまたま？なんか意図を感じるな。すごい、でもなんか、アイディアはいいよね。結構。あ、かわいい待って、今のかわいかった。今のやばい。めっちゃかわいい。なんかもうちょっとゆっくり見たかったな。あー、でもなんか、すごい、結構、これはなんか、ちょっとありな気がしてきたな。まあなんか、もう少しこうなんか、惜しいけど、全然ありっちゃありだよね。これはこれで。マンズはちょっと、うってなったけど、なかなかありだよね。すごいめっちゃ可愛い。まあちょっと確かにカメラワークもうちょっと、おーえ、やば、可愛すぎる。ポリゴンおごる。可愛い。やばい。可愛すんぎ。おー、なんかちょっとおー、すごいコマンド勢じゃん、船乗ってんの。なんかマシュメロ今さ、ちょっと待って。なんかマシュメロ今なんか苦しんでなかった、なんか檻の中でなんか。ニューファングなんか苦しんでる檻の中でなんか。檻に囚われて大丈夫か、ニューファング。え、すごい。え、めっちゃこれ、このアングルはすごいね。え、すごい。これはなんか、ありでしたね。なかなかありでした。よかったですね、なんか。俺は最初よりこっちの方が好きかも。マンズがちょっと、まあなんかなんだろうな、マンズ、麻雀のマンズかな？面白いしそこそこかっこいい。まあ確かに。まあまあ、かっこいいはかっこいい。お？なんか似たような感じだな。50人クラフトプレゼンツ。人なんだよ。なんで人にしろよ。ちょっと、微妙。ちょっとフォントがダサいね。まあ、やりたいことはわかるけど、ちょっと違うよね、なんか。長い、あと、ここが。ちょっと。左下のはちょっとかっこいい。けど、フォントがちょっと。スーパー入れたのは、まあ、これスーパーって言うんだけど、こういうの。入れたのは、まあなんか、ちょっとありかもしれんとは思った。まあでもちょっとスーパーの表示時間が短いな。うん、ちょっと表示時間が短いな。次で。あのさ、これ、あれじゃない？このさ、ほんとさ、見たことある。月収500万円みたいな。まだ始めた2ヶ月なんで、月収は正直あんまりないんですけど、いくらなんですか？ 150 万円いきました。でね、この150万円っていうのが、それで富裕層とか言ってるのが、なんかちょっと闇深いなって思う。富裕層イコール月収150万なのか。これ稼げすぎのやつ。マジ最高ってやつ。カラオケで撮ってるかわいそうな、ちょっとなんか陰夢っぽい PV あるんだよね。なんか、情報商材系で。ちょっと話がそれまして行きましょう。それにしか見えないです。ちょっと今のちょっと今のインスタすごいけど、今のだけありだった。あとだから重い、ちょっと。パチンコ屋フォントがバツ。情報商材のもんだよな。まあちょっと、この、クロスフェードは、まあちょっとかっこいいけど、音はね、めっちゃ小さい。PC の性能も追いついてない。俺が動画編集者がこれ提出してきたら、これの意味は何って聞くかも。この、横にバッて行ったり、戻ったり、上に行ったりしてるののなんか必然性がよくわからん。ズームしたい。とりあえずかっこいいから突っ込んだだけなような感じがする。次行きます。お？なんか応募してきた人がいるぞ。マイクさんから来ました。マイク作。ギリギリ間に合いました。おー、ちゃんとあれでやってるね。おー。カメラワークちゃんとうまいね。ん？なんか真ん中に。なんだ今のなんだあれなんだ今の画像。サブリミナルみたいなのがなんか。サブリミナル映ってないなんか。なんかマイクが。なんかマイクいないから画面の真ん中に。画面の真ん中にマイクいた。ちょ、待って。この後だよな。なんかマイクいない画面の真ん中。これマイクだよな。隠れマイク？いや、隠れてねえよ、あんまり。なんかマイクいる。なんか下の方下がってった。おいな、おいな、だんだん飽きてる。飽きてきてる、なんか。おいなんかおかしいぞ、なんか後半の工程。おい、適当にやってる。え？おい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 、なんか違う、なんかこんなんじゃない。あ、はあ、次。これ終わりです。これで終わってます。いくぞ。ちょっと待って、今のフォントなんだ？すごいフォントだったぞ。なんだ今？爆発的なフォント来た。ドーン。いや、これだいぶいい。かなりいい。わが、ほんとに？いやさ、モンタージュじゃん。だね、これ。モンタージュじゃねえか、これ。俺見たことある。これ、カウンターストライクの、モンタージュ見たことある、こういうの。なんかさ、カットの雰囲気はなんかモンタージュだよね。別の編集ソフトを使ってるよね、これ多分。COD のクリップって感じする。ギュルンってなるの好き。緩急の付け方はクリップだよね。ここで1切る。ここで切る。ここでもう一回切る。あれ切るしない。あ、来た。あ、来た。あのさ、スナイパーが抜くシーンだよね。これ、ドゥーンドゥーンって。砂で、音ハメするやつな。クリップ作ってどうぞ。技術丸、センス、バツ、私みたい。確かに。次行きましょう。お？なんだこれ。なんか、テープ回しみたいになってんの？まあいい感じではあるね。まあでも夜の景観多くないか。なんでずっと夜なんだ。まあ、綺麗ではある。まあ、なんか無難に作ってきてくれてる感じはするね。あー、これ人目線みたいにしてるんだ、今の。ちょっと今工夫がすごいね。あ、すごい、綺麗。おー、すごい良かったね。まあ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 、シンプルではあった。あと引き出しが多そうな感じ。なんか多分映像制作みたいなのしたことある人なんじゃないかなって気がする。あー、やっぱそうだ。映像制作大会とかなんかやってるこの人。やっぱそうなんだ。なんかやっぱわかるよね。なんかこう、なんかちょっと引き出し多いなーみたいな雰囲気みたいな。おう。クリエじゃない？いや、クリエじゃないん？クリエじゃねこれ。カクカクしてるね、若干。まあ、ちょっと他、センスで他が勝ってるな。次。なんかこれだったらもうちょっとカット割りもう最初のに絶対勝てない感じするよな。ここはいいけど。なんか微妙。次。ダメ。微妙ですね。なかなかこう、厳しいね。いやでもなんかまあ、難しいな。やっぱ最初のが強いな。ん？なんかこう、クリエじゃね？はい。まあ、無理だろう。次行くぞ。これじゃないね。やっぱシェーダーないとちょっとね、話にならないな。音ちっちゃ。まあいいけど。なんかさ、最初に全容を見せるって絶対必要な感じしない？なんか、規模がわかんないね。これから始まったらなんか最初に全容っぽいもの見せてほしくない？なんかちょっとした。何なのかがわからん感じじゃない？ PV だからこれだけ見る人からまあ始まるわけじゃん。そういう人たちがなんかこう、綺麗な映像を並べるっていうか、なんか何かのメッセージみたいなのというか、この企画はどういうものかって全くわかんないよね、これじゃあ。全体ないと別のサーバー繋げる感じに見えちゃったやつ。確かにね。その観点が確かに必要だったような気がする。まあ、こういう入りとかね。これがいいかどうかは別として。ワールドの壮大さがなんか、早いな、スーパー消すの。うん、ちょっと微妙だな。センスが。最初のは良かったような気もしなくもないけど。あんま映えんな。って感じじゃないですか。次行くぞ。なんか若干重くねこれ。こんなもんか。動画が重いな、これ。動画のレンダリングが。硬いっていうのちょっとわかるかも。カンタスケ、それちょっとわかるかも。硬いっていうの。ちょっと硬い感じする。なんか、カクカクだからってわけじゃなくて、カメラワークの雰囲気はなんか、わかる。ちょっと言ってることは。なんか、クリエじゃね？クリエ。はい、さよなら。クリエはダメですね。何これもう家みたいになってるぞ。でも、俺死んだの？ 320 サーバー終わった？終わっちまったのか？ 320 サーバー。おい、なんでだ？あ、戻ってきた。はぁ。なんで消滅したんだ、一回。なんかこう全体像をまず映す感じは悪くない感じがするけど、何？なんか一瞬わかんなかった。なんか黒いけど。ちょっと微妙だな。こういう細かいカメラが。やっぱ一番最初のに勝てなくない？一番最初のに勝てないね。何これ？なんかすごいの作ってる。なんかちょっと待って。なんか意味わかんないぞ、次。頭が痛い。何をしていたのだろうか。手がかりを見つけなくては。これ脱出ゲームじゃん、これ。電源のつかないスマホだ。これはおおお、こうやって入んのか。すごいね。よくこんなん作ったな。あー。なるほど。まあ、頑張ったね。あー、頑張っている感じする。すごい。わかる。何やりたいかめっちゃわかるよ。何やりたいかはわかる。まあ。冒頭いる？まあ、いらないかな。これ最後どうなってるか見たい。最後は、これは、あ、なんか、最後ありますね、ちゃんと。ちょっと待ってくださいね。おお。おい、自己アピールかや。おい、なんか落とせよ。なんもなしか。あ？僕が作った。まあ頑張ったんだな。1ヶ月かけて作ったらしいです。どうやら。あ、なんか次のやつはちょっと期待できるかもしれないですよ。なんかリプにすごいってリプがついてる。ん？長いな。まあ、さっきのカンタスケのだな。なんか全容がいまいちよくわからん感じはするかも。まあ、引きで撮ってるのがまあまだいいけど、ちょっと長すぎるかな、あと引きが。長い。カットはちょっと長いかも。この音楽である必然性がないかもしれない。おい。あー、すごい。おー、すごいね、これ。カット割りがすごくうまいですね、これ。面白い。これ、あれらしい。コノのチャンネルの編集者らしい、こいつ。まあやっぱ動画編集日頃からやってる人はまあテクニックとかも結構あるね。おお、すごいな、これ今の。わかるわかる。カメラの流し方がなんか多様だよね。すごいいい。やっぱ違うね。なんかちょっとやっぱ違うね。なんか、これはカットがすごい、単純にレベル高いね。見せ方がうまい。ね。これレベル高いな、でもやっぱり。レベル高い。非常に。レベル高しですね。で、ここまで来て、一応3つ、候補で上がってます。4つか。最初に見せたやつ、あとちょっと後に見せた、人がいっぱいうろうろしてるやつ。もう1個が、なんかこう、なんか動画の映像制作っぽいやつ。で、もう1個が今のやつ。300万図があれでしょ？人がいっぱい映ってるじゃなかったっけ？あ、まだちなみにあります。は？ちょっと待って。ミンブクラフト。あー、くん落ちてった。なんで落とすんだよ、俺の名前。奇策だな、なんか。すごい。なんか、奇策出てる、奇策。なんか、カクカクめっちゃしてる。はぁ？なんじゃこれ。一般人にはちょっとわからないです。PC うなってんな。センスありか、本当に。ちょっとセンスない気がするけどな。なんか必然性がない気がする。なんかいろんなものが。なんで白から始まんの、そもそも。まあ、こういう始まりはいいよね。でもちょっとぐるぐるしすぎかな。ちょっとよう。まあ、いいかも。ちょっと酔ったけど。おー、すごい。なんか微妙くない？なんかちょっと。なんか微妙にカメラカクカクしてる気がする。もったいないね。いい感じの、おー、かわいい。切り替えはすごいけど、クリエ感。確かに。スペックかなーっていうか、多分。この感じは。惜しいなー。惜しい作品でした。惜しい。惜しい、すごく。お、ちゃんと全体から見せてるか。なんか、ザシュンって言ってない？ザシュザシュ言ってる。なんだこれ。すげえな。まあ、ちょっとカメラカットが一辺倒すぎるかな。最初の演出は良かったよね、これの。なんかカメラのやつはちょっと飽きない？なんか、ちょっと同じ動作しすぎな気がするが。もったいないな。いい演出あるのに。これとかすごいいいのにね、この。歩いてるのが切り替わるのめっちゃいい感じなのに。もったいないな。あ、次、長月の編集者ですよ、多分。長月の編集者って意味わからんけど、イカルがいるかっていう長月 BB 作ってる人。長月の編集者ってのは別に長月の素材で勝手に遊んでる人。なんかちょっとなんか、ちょっとフォント微妙くないか？ちょっとブリかな。ちょっとブリだね。硬いね、ちょっと。ちょっと待って、どうしたどうしたなんだ何が始まるんだこの PV。なんだおー、びっくりした。なんだ劇場版か。ちょっとなんか速度が合ってなくないかこれ。速度がちょっと違う気がするな。次で。なんかこれめちゃくちゃリツイートされてるこれ。10リツイートされる。今まで1万リツイートされてるやつかもしれないです。今からのやつ。おー。あ、すごい。ちゃんとなんか、まあ、俯瞰が遅い。まあ、ちゃんとやりたいことはわかる。もうちょっとでも、ちゃんともっと早めに引いてほしい感じはあったかもな、確かに。この演出すごいね。なんか、あれっぽかった。なんかさ、ワン、それ適当に言ってるだけだろ、硬いって。ワン、硬い。そうじゃない。これで終わりか。まあ、なんかなしじゃないような、まあ良かったような気はするけどな。この短さだったら俯瞰、いやこれ1分30秒なんだよね。1分30秒だったらなんかもうちょっと俯瞰が早くでも良かった気がするけど。まあ、一応撮っとくか。みんなの評判もいいし、ありということで、撮っときます。同じ俯瞰のやつ使ってたから、なんか俺は個人的にちょっと他の方がいいかなって気がする。まあ悪くないんだけど、他のやつの方がすごいいいのあるような気が。まあいい入りですね。最初に前景を映すっていう。マジなんだこれ赤髪のトモさん歩いてるめっちゃ。まあ、あのアニメーションするんだったらもうちょっと映えるところで撮ってもよかったのかなって気がするけどな。ちょっともったいなかったね、あのアニメーションするんなら。アニメーションめっちゃ良かったんだけど。すごっ！何それ何この謎技術なんだそれ技術はある。硬い。いや、別に硬い適当言ってるだけだろ。なんかこれだったらなんかさっき最初のさ、50、コータめっちゃ見てくる。50マンズクラフトの方が良くない？マンズクラフトの方がなんかいい気がする。同じやつ言うんだったらセンス的には。ちょっともったいないね。まあ、技術はある。なんかこれもリツイート多いですね。カットはめっちゃ綺麗だけど、前傾もうちょっと映してほしかったね、なんか。前傾出てきたのはこの辺か。なんか、俺らの目が肥えてきて、なんかこれですごいって思えなくなってきただけなのかもしれないけど。確かに影がちょっと暗いな。影はヒマジンっぽい、ちょっと。ヒマジンの影の暗さだ、これは。ああ、だからこれ確かにすごいな。うん、ちょっと微妙今のは。ちょっと見づらいな。惜しいな。なんか撮り方は面白いんだけど、ちょっと見づらい気がしない？早いのかも。時間、ちょっと、動きが ADHD すぎる。もうよかったけどね。じゃあ、最後、マースさん。マースくんはなんかマースくんなんか見る前に呼べえって言ってたんだけど、マースくんちょっとお願いします。なんか設定などなどあるから呼べえって。どうぞお願いします。ああ、オッケー。じゃあ再生までお願いします。いきます。おう。おー、なんだこれ。おー、入り違うんだけど、なんかおー、うわ、すげえ綺麗。めっちゃ綺麗だな、これ。映像。すごい鮮やかだね、画質。画質やばくないこれ。チートじゃないこれ、画質。なんかミニチュア作った感じするよね、なんか。視野角めっちゃ絞ってる。あー。すごい。レゴブロックみたいだよね。確かに酔わないわ。酔わないね、確かに。カメラ速度も悪くない。音楽に合ってる気がする。おー、すごい綺麗。めっちゃこれサムネにできるレベル、これめっちゃすごい。いや、隙がないな。ひいき目に見てるような気がしなくもないが、それでもすごいいいよね。ひいき目に見てなくてもいいと思う。これセンスいいよね、ちゃんと。あー、確かに。綺麗。綺麗。おー。いやー、出揃いましたね。いや、強いなー。いや、強い。YouTube では 4K で見れます。ちなみに YouTube で、僕見たんですけども、異常でした。画質。これね、YouTube でぜひ見てほしいんだよね。相当すごいから。さあ、どうでしょうか。いやー、難しいねー。300万、いやー、なんかさ、結構、マーズのがすごすぎて、なんか逆にこっちの、こういう路線のさ、ちょっとこのカットは荒いんだけど、この300マンズクラフトの方 ?300 マンズメディエバルクラフト。あれなんか終わった。人がなんかいるみたいな演出の良さはあったよね、この。うん、まあこれもなんか、後半あたりがすげえ良かったんだよな。前半はちょっとぬるいんだけど、この後半あたりから、この辺とかめっちゃ良かったよね。内閣総理大臣賞。あ、まあ、確かに。なんか、こことかすげえ可愛かったよな。うん、これはなかなか可愛かった。あと、最初ちなみに、ほっといてるけど、最初のやつもめちゃくちゃクオリティそもそも高いから、最初のこの、これもなかなか良かったよね、このさ、やっぱ最初のやつ。何をしようとしてて、どんな企画なのかってのは、これはわかるよね。なんか、何をやろうとして、どうなったのかっていう、このちゃんと設計図を元に作ったんだよってのは、PV で一発でわかるから、やっぱ PV の要件はちゃんと満たしてるんだよね。かっこいい映像ってだけじゃなくて。そこはなんか、かなりこの、プラスポイントだと思う。なんか、全容を見せるじゃないけど、最初に。なんか PV ってを募集ってやってるから、じゃあ PV ってプロモーションビデオだから、なんかここでかっこいい映像作品を撮ってきてくださいっていうのだったら他の、なんかやつが確かにすごいってなるんだけど、これはわかるからね。やっぱり、こう、何を見せたいのか、どういう企画なのかってのもわかるし、そこがいいなーって気はした。他もね、クオリティが安定して高い動画も、ここも残ってるやつだね。純粋にこのカット割りがなかなか上手かったやつ。まあ、これもまあ、カット割りは上手いんだよね、この。カット割りも上手いし、なんか見てて面白いっちゃ面白いんだけど。これもだね、これも映像制作とかしてる人かな、これ。これもなんかこう、映像としての面白さは確かにあるし、いいんだけど、クオリティ高いんだけどな。難しいね。ブリのやつ最後の見どころらしいで。ん？イカルがいるかのやつ？ここに来て最後カッチカチに硬い？なんだ？ん？カッチカチやな。どうしようかな。俺は、こっちかな。いや、どうだろう。マスクのめっちゃいいんだけど、むずいな。決めかねるな。めちゃくちゃ美しいんだよな、これはこれで。じゃあ、内閣総理大臣賞を、300マンズメディアムクラフトの人にあげます。おめでとうございます。それはもうあげましょう。内閣総理大臣賞受賞です。特別賞ですね。はい。これ内閣総理大臣賞受賞です。300マンズの人ですね。これはこういう演出とかがすごい良かったね。可愛すぎる、この演出が。とにかく演出が可愛い。ちゃんと50人クラフト好きなのかなーってのがわかる。なんかこう、細かいこう、キャラ割りとかがすごい良かった。キャラちゃんと抑えてる。どういうキャラが、どういう人で、みたいな。カメラワークが確かにどうにかなってたりとかしてたら良かったね。まあ、ただ、すごい、かなり良かったと思います。うん。内閣総理大臣賞受賞おめでとうございます。最優秀賞と優秀賞なんですけど、あと、俺的には、最初に見せたやつか、マースくんのやつか、どっちかだと思うんですよ。どっちも良かったと思うんだよね。じゃあ、VS で投票で決めます。最優秀賞と優秀賞。マースくんのか、一番最初に見せたやつの2択です。マースくんのがいいと思ったら、マースくんに投票してください。もう一個のがいいと思ったら、まあ、適当でいいや。おぱいちに投票してください。はい。じゃあ、お願いします。リスナーにも聞きますか。はい、リスナーにも聞きます。今見てる人。はい、投票開始です。投票、マーズ19票、おぱいち4票。マイクやっぱマーズの方が350対180か。まあ、人気票もあるかもしれんが、まあ、マーズ優秀賞、最優秀賞かな。まあ、じゃあ、本当に綺麗だったもんな、マーズのやつ。確かに。じゃあ、最優秀賞がそれで、優秀賞が2個目のやつにしましょう。優秀賞受賞おめでとうございます。最優秀賞マーズ受賞おめでとうございます。それでは、ちょっと最後にね、もう一度、この最優秀賞の動画を見ながらお別れになります。商品は、安定です。マーズくんには安定をプレゼント。じゃあ、これを見ながらお別れです。はい、ということで、じじ。